満州は一般に地図中の今夜かの地域を指す満州昇華とは1924年から太平洋戦争終戦にかけて満州で発行されていた教科書満州昇華集満州小学昇華集歌の本に収録された歌の総称北原白州が作詞した歌は1924年から1928年にかけて発行された 満州消化衆に3曲収録された。1922年、それまで南満州鉄道付属地と関東州で別個に教育事業を担い、教科書や副特本を発行していた南満州鉄道と関東庁が共同出資し、教科書発行事業を一本化するべく、南満州教育会教科書編集部が設立された。当時の満州では、 今度と同じ国定の教科書を用いた教育が行われていたが、編集部は将来の満州を支える人材を育成するべく、子供たちが満州に親しみを覚えることのできる教材を用いて教育を行おうとした。昇華集についても、満州の風土は文部省昇華に歌われている日本の風土とかけ離れており、満州の風土を反映させた歌を掲載したものを、 制作することにした。こうして作られたのが、満州昇華集である。1924年に、初の昇華集、満州昇華集尋常化、第1.2学年用が発行され、続いて1926年に、満州昇華集尋常化、第3.4学年用が、1928年に、満州昇華集尋常化、第5.6学年用が発行された。この、 初めて作られた、昇華集には、編集部が作った歌や、一般公募の歌のほか北原白秋、野口宇城、島木赤彦、岩谷さざなみ、山田耕作、真二、清など、当時著名だった、歌人、詩人、作曲家の作品が多く収録された。北原らは、制作にあたり、編集部の招待により実際に、満州を訪れている。 西城大学名誉教授の磯田和夫は、最初期の満州昇華について、文部省昇華よりもずっと西洋音楽に近い感覚を持っていたと評価し、本土よりも水準の高い満州の音楽教育の象徴の一つであったとしている。前述のように初めて発行された満州昇華集には、著名作家による歌が多く収録されたが、その多くは、 必ずしも満州の風土、風物が反映されたものではなく、編集部内部からも満州の形物に接しない内地のメーカーが、果たして真に満州の子供に適した郷土材料を作成することができるかという批判が上がった。さらに子供が歌うには曲が難解であるという批判もなされた。百三十二年に大幅な改定がなされ、批判の強かった。 著名作家による作品の多くが削除され、代わりに、その山民兵、村岡博、島田秀夫、石森信夫ら編集部員の手による、満州の風土が強く反映された歌が多く、掲載された。それらの歌にはロバ、柳の綿、ゴーリャン、高橋踊り、馬車、粉雪、杏の花、山差し売り、満州に逃れてきた、白系ロシア人のパン売りといった満州に、 馴染みの深い風物や当時の満州の子供たちが盛んに行ったスケート遊び、毎年旧暦の4月中旬に行われた娘娘祭りなどが読み込まれた。なお、この改定で削除された北原白州作詞のペチカは本土の教科書に掲載され、その後の日本において広く親しまれるようになる。同様の作品に1940年の大改訂で、 削除された町ぼうけがある。1937年、南満州鉄道は南満州鉄道付属地における行政権を1932年に成立した満州国へ移譲した。これにより南満州鉄道付属地であった地域の日本人指定の教育は日本大使館教務部が担うこととなり、それまで行われていた最良の大きい教育は終わりを告げた。 南満州教育会教科書編集部は、日本大使館教務部と関東局が合同で経営することになり、名称は、在満日本教育会教科書編集部に変更された。この新体制のもと、1940年に2回目の大改定が行われ、教材名は、満州小学小科集と改められた。満州小学小科集は2年用のものしか、 見つかっておらず、その他の学年で使用されていた、昇華集に収録されていた曲の詳細は不明であるが、これを見る限り、この改定で、従来の、満州昇華集に掲載されていた、満州の自然や風土を歌った歌がいくつか削除され、代わりに、富士の山、もみじなど究曲の文部賞歌が掲載されている。さらにそれまで高学年用の昇華集に、 いくつか掲載されていたに過ぎなかった、戦争色の強い歌が掲載された。なお、この時の改訂で、昇華集の題名は、満州昇華昇華集に変更されている。この改訂で、満州の昇華集は、その独自色を失い、本土のものと大きく変わらなくなった。1942年に行われた、大幅改訂では、題名が、歌の本に変更された。 題名から、満州という言葉が消えるとともに、1940年の大改定で失われた満州の独自性はさらに後退し、6割以上が文部省省下で占められた。歌の本は上下2巻からなり、上巻は国民学校1年用の、下巻は2年用の教材であったと言われる。産経新聞記者の北ゆは、この改定について満州らしい歌は、 ほんの申し訳程度しか入っていない歌の本が発行された時点で満州の昇華集は事実上終焉を迎えたと言ってもいいと評しているこの時点で満州昇華の制作に携わった者の,の多くは満州を離れ本土へ戻っていた1945年8月第二次世界大戦終結直前にソ連の侵攻を受け満州国は崩壊した戦後 ペチカや、待ちぼうけなど一部の作品を除き、満州商家が日本の教科書に掲載されることはなかった。ありがとうございます。